どうもおはようございます。天助の上野でございます。今日は中国産松茸の規格外 P という種類についてのご説明をさせていただきたいと思います。この P はですね、シーズンの初めの頃はまあつぼみばっかりですので、そんなにオレとかですね、それから、規格外割れ開きのこう開き切ったやつとかですね、そういう規格外はあんまり出ないんですけども、ある程度シーズン松茸が取れ出すとこういう規格外の松茸も入ってきます。一番安い中国産でも規格の、P という松茸ですので、まあ、刻んで松茸だったら何でもいいと刻んで、そして炊き込みご飯等に使うという方はですね、この P というのを使われると一番安くコストが抑えられることができます。じゃあちょっと見てみましょう。このメーカーは去年までは P だけでしたけども、今年からまあ P の B とか A というふうに分けてますけど、基本的にはもう P は P ということで扱っております。こういうのが入ってます。まあ、P の B って書いてありましたんで、開きの割れお礼が主に入ってますね。これなんかも結構焼き用で使えたり入ってます。ただ規格外ですので、中にどういうのが入ってるかっていうのははっきり開けてみるまでは分かりません。こういうふうに軸と頭がバラバラになってるやつも入ってます。それからこのように折れてしまったものですね。ここが傘のところが欠けてしまったもの、あとこういう穴が開いてるのとかですね。これも一見良さそうですけど、首のところがこうやって弾けて折れてます。意外にこの P は使えますので、市場ではしょっちゅう置いてるっていうわけじゃないと思いますけど、これなんかも虫食いは基本は P は省いております。中がこうふわっとなって選別した時に、おそらくこれは虫食いじゃないかなと思って開いてみたんでしょうね、この方は。でも実際は違ってたと。国産でもこういうのあります。見分けるのが難しいですけども、これもそうですね。ですのでこの P をうまく、まあ、刻み用なんかで使うとコストを結構下げられますので、お得かなというふうに思います。こういう割れとかですね、こういったら半分にした時に焼き松茸とか、それから土瓶蒸しなんかにも十分使えます。鮮度は普通のレギュラーとさほど変わりません。ただシーズン後半になってくるとやっぱり悪いものも入ってきますので、そこら辺はもう P ということでご了解いただいて、一番安い規格の松茸だということで出回っております。今日は中国産松茸の規格外の P という種類についてのご説明をさせていただきました。国産松茸も同じようにシーズンがある程度たくさん出てくるとですね、深まってこの規格外我お礼っていうのがたくさん出てきます。まあ、中国でいう P のことですけれども、これは規格外不揃いの松茸というのも自家消費される方は一番人気がある種類でありますね。まあ、こういうふうに P でコストを下げるということも一つお考えになられたらいかがでしょうか。今日はこの辺です。ありがとうございます。